はい皆さん、こんにちは、えー。ほぼ毎日読む新聞赤旗ニュースピックアップ。この番組は新聞赤旗の2巻から、えー、気になる記事をご紹介する番組です。新聞赤旗、皆さんご存知でしょうか、えー、自民党の裏金疑惑が大問題になっていますが、今、国会でもですね、あるいはテレビ、えー、のニュースなんかでも、そのきっかけとなったのが、この新聞赤旗のスクープ記事でした。 えー、今注目を集めているこの新聞赤カって、どんな新聞なのか、どんな記事が掲載されているのか、ご紹介したいと思います。私は JCP サポーターの北平道俊と言います。よろしくお願いします。はい、それでは早速今日ですね。今日は2月、2月1日木曜日ですね。 2月1日木曜日、新聞赤旗の日刊紙から気になる記事をご紹介します。まず一面のですね、トップ記事カラー写真と図も一緒に載ってるんですが、こちらですね。はい。えっ、ー、と、能登半島地震から1ヶ月過ぎましたということで向かいます、えー。依然として各地で断水が続き、生活インフラは整っていませんということなんです。1ヶ月経っても。 4万戸を超えるところで断水がついている。4万戸超断水がついているんですね。水がない生活、本当に大変みたいです。で、まあ、なお1.4万人が避難しているということで、本文、少し読んでみます。県によると、まあ、石川県によると、1月31日午後2時までに確認された 死者は鈴、輪島漁師が101人ずつで、県全体では計238人。依然連絡の取れない安,安否不明者も19人います。死者の多くは倒壊した家屋の下敷きになるなど、地震が直接の原因となったと見られますが、長引く避難のストレスなどが原因要因となる災害関連死も、 津洲市と能登町で6人ずつ、輪島市で3人の計15人に上りますと、災害関連死が15人に上っていると、家屋などの住居は県内で4万6200棟を超えるのが全壊、あるいは半壊したり、一部損壊したりし、床上浸水も確認されました。1万4632人が避難所などで、 不自由な生活を余儀なくされています。多くは今も体育館などで寝,ど寝泊まりしており、31日午後2時時点で約9500人が市長、市長などが開設した一時避難所などに身を寄せます。生活再建の大きな課題となっているのが断水です。七尾市はこれ約1万4600戸、で、和島市は約1万戸など、 六市町ではほぼ全域で断水が続いたままで、他に市町を合わせ、県内計約4万890戸で水が出ていません。全面的な仮復旧は4月以降になる見込みですということです。あの、水道管の配管がやるこの地震でもうかなりずだずだになってこれを復旧するのは本当確かに 大変ななようなんで、すよねでこれに関して詳しい,い,い記事がですね、さらに反面に出ていますので、ご紹介します。こちらですね、非常に大きくですね、出てるんですが、於、え、頭、ー、んん発砲地震から1か月経ったということで、避難所に暮らす人々は今、どういう状況になるのかと。で、まあ、少し改善もあるんだけど、 問題は山積みしていいるととうことなんです地震は夢やったんかと思うけど、外を出るたび、現実に戻ったりということで,で、あとですね、まあ、避難所の整備とか、救援が、まあ、遅れてるんじゃないかということが指摘されているんですが、それはなぜかなということなども、この記事にありますので、少し抜粋してです、ね、ご紹介したいと思います。 えーとまず本文、能登半島地震の発生から 1, 1, 1日で、き、まあ、今日2月1日で1ヶ月となります。避難所で暮らす人々は何に困り、どんな問題に直面しているのでしょうか。でまあ、さっきありましたけど、毎朝起きるたびに、地震は夢やったんかと思うけど、外に出るたびに現実に引き戻されると。こう話すのは石川県珠洲市の 避難生活を送る脇坂朱美さん、正美さんでしょうか、58歳。自宅は地震で傾き、勤務先のお菓子会社は断水のため、創業停止で、えー、再開は見通せません。ようやく楽できる年齢になったと思った矢先での地震、まあ、58歳ですからね、もうすぐ、まあ、子どももねそ、子育ても終わって、もうすぐまあ定年退職というか、そういったことでね。 年金なんかの生活というか、少し楽ができる年齢になったかと思ったりだけでの地震だと。で、まだ働き続けないといけないのかと思ったと言います。洗濯機がない。地震から3週間ほど経って、ようやく段ボールベッドが運ばれ、段ボールの仕切りもできました。3週間経って段ボールベッドが運ばれたとで。トイレも当初よりは改善したと言います。トイレの状況がなかなか大変だったみたいですよね。 で食生活もボランティアの方が来てくれて、栄養を考えた炊き出しをしてくれるのが嬉しい。ありがたいですね、ボランティアの方が,方が来てくれて。自分たちだけで何かをやる元気が出ない中で、それはそうですよね、自分たちだけでね、で外からの応援が本当にありがたいと語ります。能登町の町立、松並中学校には、今も70人ほどが避難生活を送っています。ここでも 地震から2週間ほど経ってからボダンボールベッドが導入されました。記者が5日に取材に訪れた際には、1月の5日ですね、もっと多くの避難者が体育館より雑魚寝に近い状態でした。体育館の雑魚寝。5日というと、もう氷点下とかですね、そういう気温になっているかと思いますけれど、かなり生活状況が改善したように見えますが、元漁師の男性78歳は、 この避難所に洗濯機がないので困ると語ります。男性は、下着や服は着替えが必要になるために買っていて、お金がかかってしょうがない。ここに避難した時、9万円持ってきたのに、服買うのに6万円近く使って、2万円しかないとこぼします。下着を洗濯できないから、買うんですね。もちろん衛生的にずっとそのまでいるのはね、良くないので。で 能登町内の避難所で暮らす人の中には、車で3時間以上かかる金沢市内の本イランドリーで洗濯をする人もいるといいます。車で3時間以上かかる金沢市内まで行って、本イランドリーで洗濯をすると。能登町職員で松並中学校避難所の施設管理班長の橋本舞香さんでしょうかは、食事は最初の2週間は不足気味でしたが、今は非常食や缶詰が集まって、3食が 出せるようになった今日の昼食は炊き出しのシチュー丼、夕食はアルファ米のご飯と缶詰になると思うと言いますと。ということで,です、ねいや、本当にまだまだ大変なあので、これ,ちょっとこれは写真がですね31日の石川県能登町の松並小学校の体育館の写真が、まあ、これはおそらくもちろん、掲載の許可を得てですね出てるかと思います。これですね こういう状態。まあ、雑骨、雑骨ですよね。段ボールで仕切りはあるんですけど、まあ、石油ストーブも少しね、お持ちの方は持ってらっしゃって、あと、車椅子で来られていらっしゃる方も娘いらっしちゃってと。じゃなかなかこれ、ちょっと、こういうところに、まあ、今、例えばですね、鹿児島でもこの小学校にいるんですけど、こういう状態で、生活というか、 いたら大変厳しいですよねもうとにかくあのー、まあ、みんなでですね力で、特にまあ国ですね、やはりもっとやれると思うんですよね、いろんなことが。ので、ぜひね、あの本当に支援をですねしっかりしていきたいと思います。はいこれを前、私もご案,あのご案内したと思うんですけど、ボランいやトリプルボランティアという。 言葉があって、3つのボランティアの種類がありますよとお、災害のボランティア、そして観光ボランティア、情報ボランティア、プラス、まあ、例えばお買い物ボランティアという言葉もあるので、まそ、あ、こら辺のことも合わせてですね、こういろんな形でボランティア、できるだけあの応援できればなというう思いますで。あと1つ、ちょっとこれ、面白い記事もありましたので、ご紹介します。はい、これですね、こっち、これかな。あ、こっち、こっち、あ、これ、これですね。 これは何かというと、自民裏金報道にメディアアンビシャス賞、赤旗日曜版が受賞ということです。はい、優れた報道を市民の側から評価し、励ますことを目的に、北海道を拠点に活動する市民団体、メディアアンビシャス代表は神田文夫さん、前札幌市長、札幌市長さん前のですね、は30日、2023年のメディアアアンビシャス大賞の受賞作を発表しました。 活字部門のメディア賞に自民党派閥のパーティー権による裏金作りを22年11月以降連続的に報じたとして、新聞はか日曜版が選ばれましたと。この他活字部門の対象には東京、東京新聞ですね、東京が23年5月14日以降報じた特報部掲載の一連のアイヌ民族レポートが選ばれましたと。 で、映像部門の特別賞には、A 公共放送 BBC 制作の旧ジャニーズ事務所創業者、ジャニー北川氏による性加害を報じた J-POP の捕食者、秘められたスキャンダルを選びました。ということで、まあ私の方からも最初にご案内しましたように、この新聞の方、今回のその裏金問題のスクープ記事を出したということで、非常に今ですね、注目を浴びていて、 まあ実際こういうところから、市民団体から表彰を受けたということでですね。はい。あと一つですね。ちょっとこの、やはり同じ、これが3年なんですけど、ちょっと気になる記事。昨日もテレビでもあの言ってたんですけどね。これ、ヤマトさん。こちらか。すみません。ヤマトさんの記事なんです。黒猫ヤマトさんの。これがですね。個人事業主、配達員、黒猫メイト、 仕分けパート社員など数千人を契約打ち切りにするということが昨日テレビでも報道されていました。契約を打ち切って、ちょっとね、あの実際ここで働いていらっしゃる皆さん、なかなか大変だということでですね、でまあ、しかしこれは軽貨物ユニオンという、まあ、これ、労働組合があるようなんですけど、今後もです、ね、そういったことに対して抗議、責任追及を続けるという。 ことなんですね、うん、ちょっとこれはまた、この後またお記事がいろいろ出てくるかと思いますので、ご紹介したいと思います。そして、えー、今日もですも国際面、えー、をちょっと2面ありますので、ちょっとご紹介したいと思います。えっとまあ、新聞の方はですね世界に11くらい、えー、特派員、支局があって、ですねあの国際的なニュースも独自の視点によってニュースとして、こう、 報じてるんですけど、えー、これはですね、これは、これはどこの、ちょっとじゃあ、まあ、れ昨日の続きですけどね、これ、こっちなんですけどね、はい。あ、こっち来ましたね、はい。これは、の、パレスチナなんですけどね、難民支援事業を継続、厳しくということでですね、今、まあ、昨日もご案内しましたけど、国連パレスチナ難民支援事業機関、 UNRWA、アンルワに対し、イスラム組織ハマスのイスラエルの奇襲攻撃に関与した職員がいるとの疑惑で、30日までに米国をはじめ、12カ国が拠出停止を表明しました、資金の拠出を停止するで。現在、イスラエルの攻撃にさらされるガザでの最大の人道支援機関への妨害で、パレスチナの人々にさらなる惨状をもたらす危機が高まっていますということなんです。これ日本もですね 資金停止を表明しているんです。米国、ドイツ、日本、フランス、スイス、カナダ、オランダ、英国、イタリア、オーストラリア。で、こ,でです、ね、これ、国連総長、あ、ごめんなさい、ちょっと今変な音。ごめんなさい。はい、ありがとう。よいしょ。はい、えー、っと、これ、ステレス、国連事務総長もですね、えー、最高を流していると、ちょっと考え直してくれということを言っているようで、 こういうことがあると、まあ、資金の提供がないと、この事業がですね、アンルバっていうのは、この国連パレスチナ難民支援事業機関が、うんまあ、パレスチナの,そのガザ地区、特にガザ地区とかですね、などへの,その、みんなへの,その支援をやってるんですよね、もう本当に、生活の厳しい状況の中で、難民生活、で、それへの資金をストップするって言うんですけどね、まあ、これもちょっとこれから。 大きな問題にまたいろいろとね、フォローしていきたいと思っています。そして、今度は次のですね、えっ、ー、と、こっちですね。はい。やはりこのパレスチナの問題なんですけど、アメリカの高校生がガザ停戦をと訴えたとデモをしたということで、アメリカの高校生、えっ、ー、と、シカゴ市議会に対してガザでの停戦決議を挙げるよう求めて、視聴者に集まった高校生たち。 これは X の投稿からの画像らしいんですけどね。えー、こういう画像が X に、えー、掲載されてきたと、これ高校生ですね。シカゴ視聴者に集まっていると、えー。じゃあ、リードだけちょっと読みますね。えー、っと、ワシントン。これはワ、まあ、シントンから島田さん、島田記者のレポートですね。米中西部イリノイ州シカゴで30日、パレスチナ自治区ガザでの停戦を支持する決議を 市議会が挙げるよう求めて、高校生たちが市内をデモ行進しました。市内を高校生たち、高校生たちがデモ行進しました。現地からの報道によると、15以上の高校で数百人もの高校生が授業を休み、視聴者のロビーに集まって集会を開いたということです。高校生。ね。 もう、高校生も何もね、本当に、その、大人だとか子供だとかいうこと関係ないですよね。そういう、戦争をやめろと。人を、高校生たちは、今すぐ停戦を、私たちのような子供を殺さないで、イスラエルの爆弾は米国製、などと書いたプラカードを持って歩きましたと。で、ね、行動を呼びかけた高校生の一人は、地元のメディアに、まだ投票権はないけれど、 市民の義務を果たそうとする高校生の努力を市議会が認め、私たちの声を聞き、それを議論に反映することに望みますと語りましたということです。いや、本当に。これもね、高校生も大人も子供関係ないです。みんなそう思ってますよ。ガザ停戦をと。子供たちを殺さないでってね。はい。そして、えー、今日はですね、その後少し。 続けて、えー、ちょっとありますので、お聞きください、えー。締めもですね、どんどんちょっと続けていくと、ここで、あそうですね、これ、これ、一つご紹介して、今日うはご案内したいと思います。えー、この前も少しご案内した記事なんですけどね、やっぱりどっちか。ごめんなさか こちですねはい、ハンドルプライシス、何かというと、今ですね、その2024年問題というのが大きな問題になっています。まあ、物流がですね、ちょっとこう、難しくなってくるということで、これも記事をちょっと読み,読み,な読みますのでちょっとあの、ちょっと聞いてみてください。これはハンドルプライシストラストック物流危機 で 24, 24年問題ということなんですけど、うちの社は幸いにして、荷主と価格交渉ができて、昨年春から運賃が上がった、そう話すのは神奈川県内で中型トラックの運送会社を営む j e s a c さんです。C さんは4月から運転者の労働時間規制が始まると、うん、あの4月からですねトラックドライバーの皆さんの、まあ、ドライバーの皆さんの労働時間を短くしようという。 それでもまだ多いんですよ。多いけど、以前よりも短くしようという、そういうのが始まると、残業ができなくなるとで。仕事を取ってきても同じドライバーで回せなくなる。だから、人を増やさないといけないから、運賃が上がらないと困るといいます。えー、っと、運送会社を営む女性 C さん、まあ、経営者の方ですね。で、同社では入室との交渉で、運賃を5%上げることができました。目標は10%だった。 夏季一ヶ月ずつのボーナスをもっと出したい。カツカツの中から給料を年収するのではなく、元手に余裕を持たせ、持ちたい。運転者不足の解消は所得の引き上げなしにはありません,、うん。運転者が不足してるんです。やっぱりこう、給料が低いということで、あそのなり手がないということなんでしょうかね。だからそれ、所得を引き上げる、まあ、賃金を引き上げることをしないと、運転者、 は集まりませんよと。そのためには適正な運賃を荷主が払う必要があります。荷主さんがね、運賃に対して、やっぱり、まあ、10万円じゃなくて、やっぱり12万円とか15万円とかですね。しかし、荷主絶対優位の構造が妨げとなっていますと。荷主絶対なんだと。うん。えー、発注、えっ、ー、と、交渉申し出たが応じてもらえなかった。運賃引き上げのですね、交渉。 で、大阪のトラック運転手 B さんは、荷主の企業、の企業が真っ先にコストカットするのが輸送費。あで、運賃は30年前から変わってない。し、むしろ下がっている。規制緩和でトラックが増えて、ますます買い叩かれてる。規制緩和がありますからね。いろんな、うん、トラック輸送、運送事業者がですね、1994年は4万5千ほどだったんですが、2020年、 まあそのあの6年後は、6万を超えてるんですね。4万5千から6万2千に。人。そうすると、まあ、これ、規制緩和があったんですね。そうすると、こう、加藤競争を呼んで、うんちのダンピングを引き起こしたということなんですけれど、これまたちょっといろいろと複雑な問題もいろいろと、まあ、理解しないといけないこともあるので、また今後もですね、引き続きこれは、えー 記事になってくるかと思います。また問題になってくるかと思います。そして、国会でもですね、今国会を開会してますけれどね、国会でもおそらくいろんな問題がね、あの議論されるかと思いますので、えー、フォローしていきたいなと思います。はい。ということで、今日はあー2024年2月1日木曜日に、に 新聞の,方の日刊誌から気になる記事をご紹介しましたでもしですね、あのこの新聞型、日曜版とです、ね、日刊誌2種類あります、見、えー、本紙などもーサービスされてらっしゃるということなので、えー、申し込みなどのフォームは、リンクの,方はあの説明欄の方に貼っておきますので、もし、まあ、ちょっと少し読ん見てみようかなとか、読んでみようかなと。 実際この紙とかですね、あるいはもちろん電子版もありますから、えー、そういう申し込みができるようですので、またリンクを貼っておきますので、そちらの方もしよければチェックしてみてください。それでは今日はこれで終わります。また会いましょう。さようなら。